読み聞かせシリーズ、ジャガイモ精霊と海の冒険。第1章、海辺のおかしな日常。海辺の小さな町にはいつも風が楽しそうに吹いていた。この町で生まれ育ったエミは絵を描くことが大好きな女の子。彼女の絵はいつも町の人々を笑顔にする。ある日、町に新しい転校生がやってきた。名前は遥。彼はとても物静かで、なぜかいつもポケットにジャガイモを入れていた。エミは遥のジャガイモへの異常な愛に興味を持ち、友達になろうと決める。なぜポケットにジャガイモなの？エミが尋ねると、遥は深刻な顔で答えた。ジャガイモは宇宙で最も完璧な食べ物だからだよ。エミはその答えに笑ってしまった。次の日、エミはハルカを町のみんなに紹介することに。しかし、ハルカは人前に出ると突然ジャガイモの話を始め、町の人々は困惑する。エミはハルカのジャガイモ愛をどうにか町の人々に理解してもらおうと奮闘する。その日の放課後、エミとハルカは海辺でジャガイモについての議論を続ける。エミはハルカに海で泳ぐことの楽しさを教えようとするが、ハルカはジャガイモが濡れるのを心配して躊躇する。ジャガイモは泳げないんだ。ハルカが真剣に言うと、エミは笑いをこらえきれず、二人は笑い転げる。その時、町のおじいさんが近づいてきて、ジャガイモにまつわる不思議な伝説を語り始める。おじいさんの話は意外な方向へ進み、二人は驚きの展開に目を丸くする。第二章、ジャガイモ伝説と海の秘密。おじいさんの話によると、この町の海には昔、ジャガイモの精霊が住んでいて、海を守っていたそうだ。エミとハルカはその話に興味津々。おじいさんはさらに、精霊が隠した宝の地図があると言い、二人にその地図を見せる。地図には、町のあちこちに X が描かれていた。エミは冒険にワクワクしながら、ハルカと一緒に宝探しを始めることに。ハルカは、もしかしたらその宝がジャガイモに関係しているかもしれないと期待を膨らませる。しかし、この宝探しは予想外の展開を見せる。町の人々も巻き込んで、みんなで楽しく宝探しをするうちに、町全体がお祭り騒ぎに。エミとハルカは次から次へと珍しい場所や人に出会い、思わぬ冒険を楽しむ。その中で、エミはハルカの意外な一面を知る。ジャガイモに対する愛だけでなく、彼は人を楽しませる才能も持っていたのだ。ハルカのおかげで、町の人々は新しい楽しさを見つけ、彼を温かく受け入れるようになる。夕日が海に沈む頃、二人は海岸で最後の X を探していた。そこで、彼らは驚くべきものを発見する。それは古い瓶に入ったメッセージで、そこにはジャガイモ精霊からの特別なメッセージが書かれていた。第3章、真実の贈り物と驚きのどんでん返し。瓶の中のメッセージには次のように書かれていた。真実の勇気を持つ者へ、私の最後の贈り物を受け取ってほしい。この地図をたどり、海の中に潜る勇気を持つ者だけがその秘密を知ることができる。エミとハルカは海に向かって走り出す。夕焼けが空をオレンジ色に染め上げる中、二人は手を取り合って海へと飛び込む。海の中は別世界のように美しく、二人は息を呑む。海の底で、彼らは驚くべき光景を目の当たりにする。そこには、輝くジャガイモの彫刻があり、その周りを光の粒子が舞っていた。彼らはその彫刻に触れると、突然、海全体が光に包まれる。次の瞬間、二人は海岸に立っていた。しかし、何かが変わっていた。エミとハルカは、海岸にいるすべての人々がジャガイモの形をした愉快な姿に変わっているのを見て驚く。町の人々も戸惑いながらも、
この奇妙な変化を楽しんでいるようだった。エミとハルカはジャガイモ精霊の最後の贈り物が町の人々に笑顔と楽しさをもたらす魔法だったことを悟る。ハルカは自分の大好きなジャガイモがこんなにも楽しい魔法をもたらすとは思わなかったと感動する。夜が更けるにつれ町の人々は元の姿に戻り、全てが通常に戻る。しかしその夜から町の人々はジャガイモを特別なものとして大切にするようになった。エミとハルカはこの不思議な体験を通してお互いのことをもっと深く理解するようになる。そしてエミはハルカに感謝の言葉を伝える。ハルカ、君と一緒にいると毎日が冒険で楽しいよ。ありがとう。ハルカは嬉しそうに笑い、二人は星空の下、新しい冒険を夢見ながら手を握り合うのだった。皆さん、いかがでしたか？ジャガイモ精霊と海の冒険を楽しんでいただけたでしょうか？エミとハルカの奇妙で楽しい冒険を通じて、私たちの周りには予想もしない驚きがいっぱいあることがわかりますね。そして、最も大切なのは、友情と心の解放。この物語があなたにとっての小さな宝物となり、日々の生活に少しでも楽しさと驚きをもたらせたなら、これほど嬉しいことはありません。では、また新しい物語でお会いしましょう。さようなら。